フリーアナウンサーの徳光和夫氏78がパーソナリティを務める16日放送の日本放送徳光和夫火曜サタデー土曜前後時にな今年3月7日に88歳で亡くなった日米で覆面レスラーとして活躍した白覆面の魔王デストロイヤーさん本名 リチャード・ベイヤーの追悼工業、ザ・デストロイヤー・メモリアル・ナイト・白覆面の魔王よ、永遠に、10、東京、大田区総合体育館での追悼セレモニーに出席したことを振り返った。セレモニーで、徳光さんは、長辞を読み上げた。番組では、その文章を読み上げ、懐かしい顔ぶれが、結構いました。本当に、 デストロイヤーというのは日本人に好かれた外国人レスラーの一号だと思いますと忍んでい